読み大草原の小さな文庫。ラブ、小熊秀夫。ある雪の日の午後、町の角でばったりお姉さんらしい背をした女とすれ違った。女はネズミ色の角巻きを目深にすっと敏捷に身をかわしたので、その顔は見えなかった。彼女だ。確かにあの女に違いない。私は断定した。同時にぎくりと何者かに胸をつかれた。彼女は雪道を千鳥に塗って小走りに姿を消してしまった。あの女の素っ裸を見たことがあるのだ。もちろん一物もまとわない本当の素っ裸さ。私は彼女の通り過ぎた後ろを振り返って、言い知れぬ優越感を覚えたのであった。女たちは実際美しい。着飾った彼女たちが街を入り乱れて、配合の良い色彩の衣服を翻して往来している姿は、全く天国だ。黒い雲がすっと走り、急に曇天となり、空の一角がピカリとひらめいたと思う間に、何かが崩れるような大音響がして、雲の中から大きな青い手が、爪の長い手が、不意に現れ電光のように下界に流れた。そして手は、一時に彼女たちの衣服を空に舞い上げたとしたら、彼女たちはどんなに狼狽することだろう。モグラ餅がお日様に目をいられた時のように、慌てて下水溝の中へ悲鳴を上げて裸を隠すだろう。しかし、そんな心配は不要だ。女たちというものは、実に油断のないものである。色状況が電信柱の陰から彼女を襲ったとしても、彼女たちは膝をすぼめて、べたりと地面に座ってしまうだけの用意はいつでもできているものである。彼女たちは、なぜ裸体を恐れるか。この問題は、色気のついた女たちの口からは到底満足な答えを得られない。そこで中には質の悪い大人たちがこの種類の質問を発して子供たちの口から尋ねさそうとする。これはよくあることだ。教育上よろしくないことだ。私の幼年時代、ある大人が、バツバツちゃんは誰から生まれたんだい？お母さんからだろ？お母さんのどこから生まれたの？私の顔を覗き込んだ。なんという卑怯な質問というものだ。しかし私は、桃太郎が桃から生まれたので、坊も桃から生まれたんだろ？とは答えなかった。母ちゃんのへそから生まれたんだ。小さい私は一言にこう答えて突き放した。大人たちは私の口から満足な答えを得られなかったので、不服そうな顔をした。私はその当時、そんな問題に何の興味もなかったのであった。その問題よりも、どうしたらコマが長く回っていることができるだろう。戦争ごっこの作戦。かくれんぼの誰も気づかない隠れ場所。こうしたことで小さな頭の中がいっぱいになっていた。私の答弁は確かに不満であったらしい。しかし子供たちの答えとして上出来と褒めてやらねばなるまい。それに子供たちは妹や弟が生まれる時に限って
ず追い出すように遊びにやられる。遊びから帰ってみると、母親はたくさん積み重ねた布団の上に鉢巻きをして起き上がっていて、赤ん坊がやかましく綿にくるまって泣いていた。だからどこから生まれると尋ねる方が無理であったのだ。彼女たちがなぜに裸を恐れるかということを知りたいものがあったなら、子供たちに尋ねた方がいい。子供たちはきっと真実に近いことをしゃべるであろう。ところが、女たちが裸を恐れなくなったらどうだろう。決して愉快なことではない。ある日、私は裸を恐れないものに脅かされた。私は朝夕の陽炎のように立ち上がる湯気の中に、うっとりした気持ちでゴシゴシ手足を洗っていた。高い天井のステンドグラスに立ち上る湯気がこもって、その玉が行列を作っていた。玉は一つずつ間隔を置き、ポタリポタリ落ちてきた。その落ちてくる冷たさを額やら背やらで受けた。女湯は席として、たった一人の女がピチャピチャ板の上を歩き回る気配がした。私は足音に耳を傾けていた。すると、不意に男湯のくぐり戸が開き、男湯に体の純白な女が、獣よりも身軽に踊り込んできた。あっと驚いて、仰向いた私の体の上に、彼女の裸体が覆いかぶさってきた。しまった。牛の化け物にやられた。瞬間、私はごっくりと唾を飲み込んで、手近なところにあった石鹸箱に手をかけた。投げつけようと思ったのであった。ところが女は私を押し倒したのではなく、飛び越えて湯船の向こうに行ったのだ。じいさん、流しましょうか。こっち背中向けなされ。湯気の中からザラザラとした食感の女の声がした。赤もうないやろ、ざっとでいいぞえ。湯気の中の、今度は男の低い声だ。男湯に入り込んできた女はまさしく牛の化け物であった。斑点のある生き物であった。実に痩せこけた老婆であったが、その皮膚は瀬戸物のように真っ白に光沢があった。二人の痩せた老人夫婦はお互いの肌に触れ合って、互いの背中を流し合っている様子が、今にも崩れ折れそうな枯れ木が押し合っているようであった。ばあさんは臆面もなく、すっぱだかであちこち歩き回った。ちょっとごめんなされや。こう言って、ばあさんは俺の背中に、その人間離れをした白い皮膚の桃を触れたりして、平気で湯を汲んだのであった。年を取ると、羞恥心などは遠くに置き忘れてしまうのだ。私はしんみり考えながら、慌てて湯船に飛び込んだ。老人の裸体ほど周回なものはない。下腹の皮が唇のように垂れ下がって、歩くたびにブラブラと揺れた。それに比べてお姉さんの体はどんなであったろう。モデル台の上に立ってはにかんだ彼女は、皮膚は張り切っていて、筋肉はどこもここも今にも叫びそうに身構えていたのであった。小さな町の画家連は急にラフを描きたくなったのだ。冬は青いものがみんな雪の下に隠れてしまうので、
情熱家たちはその憂鬱な感情の捨て場に苦しんだ。研究会を開こう。モデル女を見つけようじゃないか。気の早い日本画家の乱卓はすぐ飛び出て、そしてどこからかお姉さんを発見できた。私たちはアトリエを探し求めた。何よりも光線の十分に室内に差し込む家、そして彼女の肉体を自由な距離から描くことのできるような大きな部屋を探し回った。そして室内はあまり大きくなかったが、明るい室をある風呂屋の2階に見つけた。芸術家などというものは光真術のうちの人物のようなものだ。そのやることが人間離れがしていて動作に特色がある。一人の素っ裸の女を数人の男たちが取り囲んで、気違い目をして彼女の肉体の各部分を最大漏らさず絵に描き上げようなどという計画は、この画家仲間を離れては到底思いも設けぬ欲望であるのだ。彼女の体を描く様は、鳥が餌を突き回すような現実的なものだろう。部屋は好都合にも総ガラスになっていた。そのガラスに紙張りをして、芸術家以外の出羽亀が外から覗かれないようにした。部屋には二箇所にストーブを据え付け、煙筒も燃えてしまうほど石炭をしっきりなしに放り込んだ。部屋の一隅に桃色のカーテンを長く垂れて、彼女がその中で衣服を脱いで現れてくるように設備をした。お姉さんは素人娘であった。彼女は処女であると乱卓を始め、仲間は力説した。画家たちは彼女がまだ着物を脱ぎもしないうちからもうすでに感激し興奮していた。芸術のために、我々の芸術のために、彼女が裸体になってくれるのだ。なんという彼女は大きな理解を持っているのだろう。新しい油絵の具も買ってきた。新しく画布も貼った。すべての準備は整った。画家たちはお姉さんの麗しい姿を感謝の心で迎えるばかりとなった。第一日目の日、彼女が最初のモデル台に立つ日、私の仲間が9人、研究室のストーブを壊れるほどに石炭をくすべて部屋を温め、画家を林のように立て、彼女の出来を待っていた。彼女はなかなか研究室に姿を見せなかった。女はおじけがついたのさ。私がこう言うと、仲間の一人は打ち消した。私は信じよう。お姉さんは芸術の理解者なんだ。待ちぼうけを食わすようなことはないよ。するとまた一人がその尾について、大丈夫、来てくれるよ。わざわざこの部屋まで借りて準備をすっかりしたことを知っているんだし、あれほど固い約束もあるから。しかし約束の時間から30分も経ったが、彼女の姿が見えなかった。それ見ろ、お姉さん逃亡さ。私は冷ややかに一度を嘲笑した。仲間は不安な気持ちでガヤガヤと話しながら彼女を待っていた。おい諸君、お姉さんは風呂に入っていたよ。鈍強な声を上げて乱卓が飛び込んできた。
仲間は小さな歓声を上げた。私はぎくりとした。彼女がそれほどに芸術を愛しているとは信じていなかったのに、幸い彼女が現れたからであった。私はしかし、お姉さんがモデル台に立つまでは、どうしても信ずることができなかった。お姉さんは私たちを1時間も待たした。ランタクが女湯を覗きに行ってみると、お姉さんが姿見の前で、もろ肌を脱いでおしろいを塗っていたという。困ったことができたよ。念入りに厚く塗っているんではないか。モデルがおしろいを塗るなんて、肉体の美観を台無しにしてしまう。お姉さんが来たら、この次からおしろいをつけないように注意してくれたまえな。ランタクは困ったという顔つきをした。間もなく女は現れた。遅くなってすみませんでした。彼女は優しかった。彼女の顔は果たして美しく化粧されていた。私の思っていたように彼女は果たして裸体になることを恐れた。着物を着たままで写生してくださいな。それは困ります。実に困ります。私たちは声を合わし彼女に嘆願した。じゃあ半身だけね。腰から上だけ脱ぎましょう。私、こんなこと初めてなんですもの。それは困ります。実に困ります。私たちは声を合わし、彼女に嘆願した。では、思い切ってね、すっかり脱いでしまいましょう。最初は、後ろを向かしてくださいな。私、恥ずかしいんですもの。それは困ります。実に困ります。私たちは声を合わし、彼女に嘆願した。彼女はカーテンの陰で衣服を脱いだ。それ、ストーブをどんどん燃やせ。ランタクは大きな声で、誰かに命令した。女が素っ裸で品を作るのはなかなか難しいものらしい。お姉さんは滑稽な感じに全身をくねらしてモデル台の上に現れた。第一日目は彼女は裸体となったが、私たちにくるりと尻を向けて後ろ向きに立った。私たちはバリバリ絵筆の音をさせながらお姉さんを描いた。私たちはなぜに彼女の尻を懸命に描かなければならないか。それは芸術のためであった。彼女自身もなぜに自分の尻を男たちに描いてもらわなければならないか。それも芸術のためであった。芸術のために、芸術のために、芸術のために。この小さな部屋は、芸術のために、暑苦しくストーブは燃えた。第二日目、彼女は心持ち体を横に向けた。彼女が体中に厚くおしろいを塗ってきたので、人々は抗議した。第三日目、彼女はポーズをより大胆に私たちの方に向けることができた。第四日目、彼女は三日目よりもより前方に裸体を向けることができた。第五日目、彼女は全く
私たちの前方に向くことができた。反対に男たちは彼女の尻に愛着を感じているかのように、彼女の前に回ることを恐れだし、彼女の背後に背後にと画家を移動させた。私とアーキペンコというあだ名のあるアキベという男とだけがお礼さんの前方を恐れなかった。彼らは写実主義の画家であったし、私とアキベとは未来派の画家であったからだ。私とアキベとがなぜに彼女の真実なものを怖がらなかったか。私とアキベとは未来派の宣言書第9項。我ら世界唯一の衛星なる戦争を、軍国主義を、無政府党の破壊的行動を、人を殺すところの麗しき観念を、しかして婦人の軽蔑を賛美せんとす。という未来派の首相マリネッツィの婦人軽蔑を信じ、これを彼女に適用したのである。どうして私やアキベが女たちの最も軽蔑すべき箇所を恐れる理由があるだろう。私をいつか銭湯で脅かしたばあさんのように、私たちの一団のために全くお礼さんも周知を奪われてしまった。女たちが裸を恐れる理由は、お礼さんが全身に濃くおしろいを縫ってきてまで現実的なものを最後まで偽り覆い隠そうとする虚栄的な目的に他ならない。私とアキベとは彼女の前方に存分に彼女の周知を奪い、そして最後にバカバカしくなってきた。そしてお礼さんの背後を描き出した頃、初めて周知を放り出した男たちが恐る恐る彼女の前方に回って描き出した。アキベ、素晴らしいものを発見した。婦人にこんな見事に隠れた石があることを発見したよ。うん、鋼鉄管の石だ。アキベも同感した。不意に女の背中を平手でピシャリピシャリ叩きつけて、アキベは感激し、お礼さんを驚かしたのであった。婦人の首筋から背中にかけての感じは、非常に優れたものであった。腕と腕との感覚は広大で、豊かな線が盛り上がっていた。その後、私は女たちの最も美しい箇所を、鋼鉄管の石を表した広い背であることを信じるようになった。研究所は一ヶ月ほど続いた。それきりお礼さんはばったり来なくなった。それはお礼さんに画家たちがモデル代を支払わなかったからであった。研究所は閉鎖しなければならなかった。その後、乱卓の口から私の最後まで疑問にしていたこと、お礼さんが少しも裸体を恐れなかった理由を聞き出すことができた。私は最初からの思惑通り、彼女が芸術の理解者ではなくて、お礼さんの家は非常に貧困で、彼女が芸術のためにの口実に、両親や姉妹のために米代を稼ぐべくモデルとなったことが分かった。もちろん親たちが彼女の裸になっていることは知らなかった。研究生がさっぱり集まらず、それに何かにと経費を意外に使っていたので、わずか30円の金であったが、とうとう彼女へは支払えなかった。
タクをはじめ人々は彼女の裸を散々絵筆でつつき回した挙句、金を払わないなどという行為をこの上もなく罪悪と感じた。神よ、我々を罰し地獄に落としたまえ。仲間は各内心に叫び、そして悲壮な顔をした。しかし私とアキベとは、彼女の羞恥心を奪ったことを彼女への大きな報酬と信じていた。そして私はそのお姉さんを描いたもの、その一枚のラフの画題を未来派万歳と命名したのであった。